はいどうも皆さんこんにちは、ぶにみです。本日は9月20日祝日の月曜日に行われますセントライト記念中山競馬場の芝 2200m で行われるレースの1週前段階での見解っていうのを述べていこうと思います。このセントライト記念なんですけど、こちらは各馬の位置取りっていうのにかなり特徴があるレースでございまして、こちらは過去5年の、馬券内に来た馬の4コーナーの通過順位と上がり3ハロのタイムっていうのを示している図なんですけれども、2018年の3着グレイル以外は4コーナー並まっていないで通過してますっていうところなんで、このレースっていうのは前にいる馬かまくって4コーナーで前の方に来れる馬ってのが好走するレースであるというふうに言えます。それを踏まえて今年のフーストメンバーを見ていきたいんですけれども、こちらはまあ私の独断と偏見で出走各馬っていうのをまあ世代の主役、強そう、世代オープンクラス、と格上挑戦かなっていう感じの軍団にそれぞれ分けてるんですけど、こちら赤字で書いてるのがまあ前に行きそうな大馬さんって感じですね。で赤の太字で書いてるのはもう絶対に前に行くやろうというふうに私が考えてる大馬さんです。でこれを見ますと、まあ結構人気馬っていうのは前に行ける馬が多いかなというふうに思います。でまあそういった前に行ける馬さんが多いっていうのもあるんですけども、私はこの赤で囲ってるピンクとオレンジの枠の馬さんっていうのは少し周りの馬とは力が抜けてるかなというふうに考えてまして、正直この赤で囲ってる枠の馬の中から、まあ、馬券を組めば当たる気はしてます。ただ結構人気しそうな馬が多いってことで、まあこの中で一番強い馬っていうのを見つけて、そいつに、絞って馬券を買うのがいいかなと考えてます。で私が絞りたい、私がこの中で一番強いというふうに考えている大馬さんを早速発表したいと思います。薬物やって未勝利3回弥生賞やって非常な乾杯、でも進化してるはず春より奏でろお前のラブストーリー、今日勝つために生まれてきた、今日勝つために負け続けた、今日勝つために立ち上がった、ソーバリアンとお前が勝ち馬。私の激推し馬というか、私がまあ十中八九本命にする馬はソーバリアントです。ソーバリアントに関してはまあ強い上がり馬っていうことがまあ世間に周知されてるっていうことで、焦点となるのはその強さがこのメンバーに入って抜けているのかっていうところと、あと適性があるのかってことだと思います。で先に適性に関してお話しすると、この馬マジックキャッスルの弟なんですけど、マジックキャッスルよりはストライドが大きいんですけど、まあそのピッチ回転、足の回転とも速いんで、マジックキャッスルよりも長い距離をこなせる、でかつどんなコースでもしっかりこなしてくれる馬かなと考えているので、中山 2200m というコースは、まあ、勝ち鞍もあるようにしっかりこなしてくれる馬だと思います。でその次のこのメンバーに入ってどのくらいの強さなのかっていうのは、信じる人は信じる、疑う人は疑うでいいと思います。で私はこの馬の POG 馬っていうのもあるんですけど、非常に好きな馬なんで、ここは信じてみようというふうに考えて、ここは激推し馬にしようと思ってます。なんでまあ強くないと思う方はこれは嫌うのもありかなというふうに思ってます。でソーバリエントをまあ認定する方だと思うんで、ちょっと不安要素についても述べていこうかなと思います。こちらは決闘で予想を公開されている水上学さんって方が、まあ、ソーバリエントは菊花賞よりむしろ有馬記念が合ってるような気がするってことをツイートされておりました。でこのツイートすごい気になったので、私ブリムにツイッターでリプライを送らせていただきました。恥ずかしいのであまり読まないんですけど、でまあこういうことをまあリプライさせていただいたんですよね。そしたらなんと水上学さんのリプライくださいまして、まず一つ目は、私が菊花賞と有馬記念で適性に似てるんじゃないですかという質問をしたんで、それに対する回答ですね。まあ菊花賞は今スピード競馬なんで、まあ有馬記念のようなタフさが求められる適性とは違うよってことを言ってくれてるんだと思います。でもう一個のリプライが結構ソーバリアント君に関しては興味深い見解でございまして、オルフィブルサンクっていうのは、まあ、要するにステイヤーではないよってことをおっしゃってます。なんでまあソーバリエントはすいませんここで不安っていうよりは、どっちかっていうと、まあ、ここを突破した後に菊花賞に出た際にちょっと不安だよってことをですね。なんでまあここを買ったとして、まあ、ソーバリエントをそのまま菊花賞で本命するっていうのはちょっと危ないんじゃないかなっていう、まあ、見方もあるよってことをここでお伝えしておきたいと思います。ってことで、まあ、本命をある程度人気が想定されるソーバリエントにしたんで、相手には人気数が来てくれたらいいなというふうに考えたんですけど、正直この赤で囲ってる、まあ、人気そうな馬ってのがやっぱり強いかなというふうには思ってます。なんですけど、まあ、一応その展開の助けとかがあった場合に、まあ、来れそうで、そして、まあ、菊花賞に出てきてくれたらちょっと面白そうだなっていうあの馬を2頭紹介したいと思います。そんなあの馬の1頭目はレッドベルシティです。このレッドベルシティがいいなと思う点は2点ございまして、折り合いが抜群につくこと、そして双方が中距離向きであるというふうに考えたという2点でございます。まず折り合いが抜群であるってことなんですけど、これはまあ過去のレース、どのレースか忘れたんですけど、スタートで出遅れてから前に行かせたんです。
それだったんですけど、レッドベルシティはしっかり折り合いがついていたってことで、こちらはまあ操縦性がいいってのもありますし、折り合いがつく馬なんだなというふうに考えました。また双方が長距離向きって話なんですけど、この馬の走法を見て思ったのが、ワールドプレミアっていう馬がいるんですけど、それをちょっとピッチ走法にした感じかなというふうに思いました。で、レッドベルシティお父さんワールドエースで、このワールドエースはワールドプレミアと全兄弟でありますから、まあ、そういったところも影響してるのかなと思うんですけど、個人的にワールドプレミアっていうのは一級品のステイヤーであるというふうに考えてるんで、まあ、そのワールドプレミアと少しでも共通点があるってことは、レッドベルシティもステイヤー中距離に適性がある馬なんじゃないかなというふうに考えてるんで、このセントレート記念もスタミナが問われる展開になったらレッドベルシティ来れると思いますし、菊花賞に出てきたら非常に面白い馬であるという考えまして、ここは押したいなというふうに考えてます。そして私が穴馬ならこれかなというふうに考えている2頭目の馬がワールドリバイバルです。このワールドリバイバルなんですけど、まず走法的にはすごくストライドが大きい馬です。なんで長距離レースっていうのは基本ストライドが大きい方が、まあ、距離が持ちやすいっていうふうに言われてるんで、菊花賞も結構楽しみかなというふうに思ってます。このワールドリバイバルの最大の特徴としては、自分のペースでいけるかどうかが結果に左右する馬ってことですね。ワールドリバイバル結構花に行ったりとか前に行ってることが多い馬だと思うんですけど、まあ、陣営のコメント的に、自分のペースでさえいければ別にどんな競馬でもちゃんと折り合いはつくし、どんな競馬でもこなせる馬であるというふうに言われてます。なんで今回のセントレート記念、まあ、重賞レースってところで、まあ、そんなに遅いペースにはならないでしょうし、今後のクレーン長を踏まえて2騎馬ってのが足を測るようないわゆるスローペース、ちょっと重賞にしてはスローのようなペースで運んでいくと、ワールドリバイバルにはちょうど自分のペースで運べるような展開が来るかなってところで押してます。でいつもなら、まあ、穴馬っぽいところを、まあ、3頭とか、まあ、2頭とか紹介して本命馬を1頭紹介して私の動画って終わってるんですけど、今回に関してはソーブリエントに加えてもう1頭めちゃくちゃ好きな馬がいるんで、その馬について少し述べさせてください。その馬とは、ビクティファルスでございます。このビクティファルスに関しては、私共同通信を見た時に一目惚れというか、もう気づいたら片思いしておりました。で、共通試合を見てこの馬に片思いした理由としては、ストライドが非常に大きい中で非常に回転力っていうのも素晴らしいんですよね。どっちかっていうと、まあ、ジョッキーからのコメントからピッチ走法かなと思うんですけど、そのピッチ走法というよりにはもうストライドの伸びも素晴らしいってところで、この馬かなり走り方が素晴らしいなというか美しいなっていうふうに。で、まあ、ビクティファルス、共同通信杯の後の皐月賞ダービーっていうのはちょっと負けてしまってるんですけど、まあ、これはまあ私の希望的観測なんですけど、皐月賞は、共同通信杯の披露で、ダービーに関しては、まあ、前にいたっていういつもと違うような競馬をしたってことと、あとこのままちょっと走法にやや硬さっていうのがあるんで、ダービーかなりの時計勝負になったってことから、ちょっとそういった究極の時計勝負がしんどかったってことゆえの敗戦かなって思ってるんで、春の G1 2戦ってのを度外視私はできるというふうに考えてます。ということで、まあ、まとめますと、現段階での私の印ってのはこんな感じです。まあ、人気馬にめちゃくちゃ印打ってるし、印の数多いやんけっていうことで、まあ、馬券としては総バリアントを中心として、まあ、ビクティファルスを絡めて買うかなっていうくらいに考えてます。あとビクティファルスに関して言ってないところで言うと、ハーツクレイ3区なんですけど、ハーツクレイ3区は子供の頃から走っていくとちょっと調子を崩していく馬がいるということもあるんで、まあ、ビクティファルスここはそうですね、好きな方を買うくらいが、まあ、本当はいいかなと思います。私は好きなんで買いますということで、以上で動画終わります。ご清聴ありがとうございました。